島市内から津山に行くときにあるんです。このドライブインなんですけど、このうわくっさ、カビの匂いが。でもこれ水槽だったから魚入ってたんじゃない？あ、臭いっすやっぱ。臭いっす。つまりなんかそのお城のドライブインっていうのが出前開始。お待ちしています。で出前できたの？ここがあるんですけど、おそらく倒れないように固定されてますね。そうですね。あれ何あれ、なんかちょっと風に揺れてんだけど、あれ見える？はい、始まります。ありがとうございます。ここ分かります？まあなんか通ったことありますね、これ。あの岡山市内から津山に行くときにあるんです。このドライブインなんですけど、この上。そうですね。石の丸って。結構これ有名で、あの津山に行くときっていろんなそのドライブインがあったけど、なんかいろいろやっぱ潰れたりして。ああ。まあ現在まだ残ってるそのドライブインって言うと。ドライブインっていうか、その廃墟ドライブインっていうとやっぱここぐらいしかないかなっていうとこなんです。じゃあ昔はこういうのがいくつもあったってことなの？そう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 、休憩するとことか、そのなんかトラックとかね、物流の関係でやっぱりこういうところで休憩したりとか、確かにそうです、ね。まあ、ちょっと向こう行ったとこもラブホテルがあったけど、そこももう潰れちゃってもう大昔で、これできたのがだいたい1970年代のそのバブル入りの時に、でも大体80年代とか90年代入ったらもう潰れちゃうというか、バブル崩壊とともに。そう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 、ね、バブルの時はほんまそういうサングラスかけて、ね、ちょっとスカイラインとか乗って当時ね、その当時をちょっとね探っていこうかなと。あ、大丈夫ですか？急に言ったけど、はい、気になるね。これは何だろう、何だろう、これ電信柱ですよね、これ。多分ここに引いてあった電信柱なんですけど、その電気が入れなくなって、うん、なんかこれを支えとく、あ、これとかあらんすよね、絶対これ。あ、そうだね、あったんだろうね。あったんですけど、維持するのが難しくなって、多分もうここにもう固めておいてあるんだと思うんですけど、うん、そうだね、ちょっと行ってみようかな。行きましょう。わ、すごい。ちょっとこれ中どうなってんやろ。ことはできない、できないよね、こうやって。うわ、くっさ、カビの匂いが。でもこれ水槽だったから魚入ってたんじゃない？あ、臭いっすやっぱ。臭いっす。なんかなんて言えばいいんだろう、なんかそういう変な臭さとかじゃなくて、なんか薬品みたいな農業の匂いがする。保管しとったかな、この後ろ。なんかつまりなんかそのお城のドライブインっていうのが、なんて書いてんのこれ。出前開始ご用命をお待ちしています。で出前できたの？へー。あ、懐石料理屋。あ、懐石料理屋。うん、ちょっとこれとか、このあ、でも最近のやつだね。あ、2011年って書いてある。サンミュージックの飛び道具。いや、もしかしたらもうこれ今物置みたいになってるんだろうね。ああ、すごいな。ちょっと行ってみようか。ここ通れるとこ、ここはまだ大丈夫なんです。ありました。うん、あ、食器とかも入ってますね、やっぱ食器とか、うん、食器とか、ほんと、ね、うわ、匂いが、うわ、あれなんだ、布団みたいなね。布団ですね、なんか布団とか、あの農業のね、なんかね、農具小屋の匂いがしてますね、ほんとに。くっさ、上にもあるんだね。なんか、怪しい、なんか、ね、なんかすごいね、こういうのがあって。何これ、これ全く関係ないよね。
連帯保証人。でもこれ古いよね。連帯保証人ってなんかその借金の肩代わりするとか、そういうのは聞いたことあるんですけど、どういうことなんですか。いやまああ入居とか就職とか、はいはい、その保証人みたいなんでしょうね。になるサービス。そう。まあ、でも古いよね。その代わりにそのお金を払うみたいな。うん。うわ。これ何ここ？ここはいつのまでっていう。トイレ。あ、多分トイレ。ああ、そうだね。T.O. あるね。トイレットで。バーンってそうやな、腐れてやばいな。あれ木だよね、木の瓦と思いきや。そうですね、お城ってやったのあれなの。そうそう、お城なんかだから一の丸みたいな、うん、なんとかそう、あれ何あれなんかちょっとあれ見てんじゃん、なんかあれ、こっち風に揺れてんだけど、あれ見える？月んところ見える？揺れてるよね。ね。そうそうそう、あれなんだろうね。気持ち悪いなんか集合体みたいな気持ち悪い。そうだね、集合体。ダメなんよ。これが一の丸。そう。はい。この看板なんですけどね、なんかこうやってはしごがあるんですけど、おそらく倒れないように固定されてますね。そうん、ちょっとあんま強度悪そうな感じするけど。いやもうこれちょっとなさるよ、入れますね。うん、対策なんだろうね。これ落ちてきたらとんでもないですよ。こことかもまず移植して割れてますからね、これ、うん、やばいな。あー怖いな、ちょっとこれがもし風とかで、ほんと台風とかでもバーンってこっち来たら、そうやね、これ歩いてる人、ね、ガッて来るから、歩いてる人もだし、車とかもね、うん、もしかしたらガーンって来たら危ないですよ。そうだね、頭当たったらこれやばいね、うん、外とか。すごいな、中に入ることは無理だと思うけど、ね、こういうのは多分若い人好きですよ、うん、ちょっとゆっくりに行こうかな。上とかも腐れて落ちてるしね、危ないですね、本当に。上とか落ちてますよね、ゲームね、この作品、うん、この作とか、ね、なんだろう、入っていい。ライトアップとかもあったんだよね、あれ。あー、そうですね。ねえ、すごいな。ちゃんとありますね、このドライブの。なんか有名って有名って書いてます。有名有名ってそれぞれ使うのかな。うん、なんとか料理。え、錦タイ料理。タイ、タイって書いてある。タイと手打ちうどん。手打ちうどん、なんとか定食、和食定食。うん、すごいな、すごいもう。ギリギリなんで、ギリギリよね、ほんと気付けなあかんもん、ね、危ないです。来る際はほんとちょっとね、こっちも注意しながら、ね、はい、はい、お疲れ様でした。どうでした。なんかね、本当にいつもなんかスッてね、車で行くのは見えるんですけど、こうやって実際に足を止めて見てみると、やっぱりいろんなねものが見えますね、本当に。そうですね、こういう感じで。でも多分もうこれも取り壊されるのかな、もうなんか10年後とか残ってるような感じはしないけどね。管理する人いないんかな、ここ。いないですよ、本当に。多分これとかも多分市かな、なんかそういうのが置いて、うん、置いてんのかな、こういうの。なんか倒壊の危険あるかな。
出ないとしないよね。管理のする人いないんだろうね。そうですね。うん、で実際やっぱ中入ってる人たちもいるみたいで、ガラスが割れてあったり、ほんとね、外側からのあれは全然大丈夫だと思うけど、まあ、中に入ったら不法侵入になるっていうか、まあね、あのもし所有者が通報したり、まあ、なんかそういうのあったらね、捕まったりするんで、うん、なので極力まあ通って見るだけっていう、ね、張りたい場所ではね、多分若い人とかあるんですけど、ちょっとねやっぱり危ないし、うん、危ない、そう、こういう形でまあね、こういうのがあったということで残しておきます。廃墟シリーズで、そうです、10年後とか20年後経って、あ、こういうとこにこういうのがあったんだっていう、あ、そうですね、もしかしたらもう来年にはもう壊されてるかもしれない、うん、でここがあの人のね、その53号線よく通るよって人が、あ、ここ何があったんかなって調べて、なんかね、こういうのが残せてたらね、本当にいいなと思うんですね、うん、はい、というわけで今日は終わります。まだね、スピチューブの方よろしくお願いします。それではまた、はい、終わりましょう。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。